今日の動画はですね、ゴッドファーザーという映画。それもまあ,まあゴッドファーザーパート1。 っていうですね。あの、マフィアの映画、ギャングの映画の話です。ゴッドファーザーの話からですね、マフィアというのがアメリカのですね、イタリア系ギャングがどのように生まれたかに移ってですね、次にですね、移民国家アメリカの不思議ですね。その、なんでこんなものが生まれたのかというと本質的には実はアメリカは移民国家だからだとつまり、いろんな国からの移民を大量に受けることによって成立した。それもわずか、その200年ぐらいの間にですね、いろんな国の移民が混ざることによってできて、それが世界中 監視のもとに誰でもわかるですね。あの見える化されてる中で生まれていくてです、ね、そういう不思議な国なんですけどもですね。そういう歴史とか文化の話になっていきます。さらにそこから発展してですね、えー、最後はですね。 機動戦士ガンダムのジンはなぜ独立しなければいけなかったのか、なぜ独立戦争を仕掛けたのかという話に行き着いちゃうんですけども、今日の動画はですね、2015年11月1日に配信した、えー、岡田司夫ゼミ第98回をですね、アップグレードして再配信します。それではここから無料動画スタートです。あのー、最初に話したようにですね、今日の話はですね、ゴッドファーザーで、まあ、イタリア系のギャングですね、特にシリ島のマフィアに興味が持つようになったと。 えー、もうご存知の方も多いんですけども、えー、マフィアっていうのはですね、シリー島のギャング集団だけをマフィアって言うんですね。同じイタリア系のですね、ギャング組織でも、例えば、あの、場所が違ったらカモンラとかですね、いろんな呼び方があるんですけども、なんでこのマフィアっていうのは特別なのかっていうと、すごい、 変な人たちが多るんですね。あ、ベッドに馬の首。それはゴッドファーザーパート1のですね、ワンシーンですね。<laughs> あのー、まあ、豆知識として言っておくと、あの、ゴッドファーザーでですね、ハリウッドの映画プロデューサーが朝起きた時にですね、ベッドの中に馬の死体、首があるので、うわーっと叫ぶシーンの馬の首は本物だそうです。近くの屠殺場で借りてきた本物の馬の首を使ったそうで,ですね。フランシスコ・フォード・コッポラはですね、こんな低予算で効果を出すのが大得意ですよね。さすが安い映画得意のコッポラ。<laughs> まあいいや。 でですね。えー、まあ、なんでこのシリ島のマフィアだけが特別な扱いするのかっていうとですね。シリ島というですね、イタリア半島がこう長靴状にあったら、その、ちょっと、くるぶしあたりの、えー、こちら側にある島なんですけど、まあ、大変ですね、あの、よその国から侵略されやすい場所にあったと。エジプトの方からも侵略されやすいし、ナポリの方からも侵略されやすいし、ローマからも侵略されやすいし、まあ、スペインの方からも簡単に足が届くというふうなことでですね。まあ、過去2000年。 ぐらいですね、独立できた試しがないと。未だに独立できてないと。あの、シリ島というのはですね、僕らイタリア人って考えてるんですけど、イタリアという概念が生まれた、統一イタリア国という概念が生まれてからまだですね、100年ちょっとぐらいしかないんですよ。それまでは日本みたいな爆破体制というよりは、どちらかというと、イギリスに近い、グレートブリテンがあって、アイルランドがあって、 スコットランドがあって、お互いにもう大喧嘩し合ってるにほぼ近いような状態だと思ってくださいで。それが第一次大戦を前にしてヨーロッパがとにかくまとまって他の国の侵略に対抗できなければ、列強と言われるですね、そのメジャー国の仲間入りをしなければあっという間に植民地に転げ落ちてしまうぞという恐怖の体制の中から19世紀末になんとか 統一国として作ったのがイタリアっていう状態なんですね。だから日本でもですね、日本はずっと鎖国していて、まあ文明開化があった明治時代からようやっと先進国の仲間入りをしたと。だからまだまだ日本っていうのは遅れた部分があるみたいなことを言うおじさんって結構いるでしょ。イタリア人にしても同じようなもんでですね。イタリアって国は僕らから見たらフェラーリがあったりですね、最先端の国みたいに見えるんですよ。ミラノファッションがあったり。でも、 イタリア人にしてみれば、イタリアっていうのを無理やり統一したのはわずか100年ぐらい前で、意識的には日本人とかなり近いと思うんですね。で、えー、とりあえずシーリ島という島はですね、いろんな王様とかあの政府に征服され続けたのでですね、独立最後までできなかった。未だに独立したいという機運はあるのかもわかんないんですけど、もう今のシーリの人はそういうふうに考えてない。で、あの、ゴッドファーザーのパート1、 でですね、ゴッドファーザーの映画のパート1で,ですね、マイケル・コルレオネっていう、まあ、コルデオケっていうマフィアのファミリーがあるんですけど、そこの,あの3番目の息子がですね、まあ、あの、暗殺事件があって、結局、あの、シリー島に生かされるんですね、移住するんですね。で、えー、ゴッドファーザー1のお話の大体の流れを説明すると、 時代はですね、1945年、第二大戦が終わって、日本が降伏したので、大量にアメリカに福音兵と言われるですね、兵隊が帰ってきた。その結果、ドンコル・レオーネっていうですね、あの、ニューヨークの大マフィア、五大ファミリーの一人のマフィアの娘、えー、コニーっていう女の子の結婚式が行われた。 復してきたたから、アメリカ中結婚ブームに湧い1945年の8月から12月というのは本当にアメリカ中で大結婚ブームがあった年なんですね。で、福音兵が帰ってきた。で、そこに第二大戦で日本軍と戦った三男のマイケルが帰ってくるところから始まって、その三男のマイケルが親父の後は継がない。俺はちゃんとアメリカ人になるんだと思ってアメリカのガールフレンドを連れてきて、で、コルレオーネ家から離れて真っ当なアメリカ人になるつもりだったのが、 結局、内部抗争に巻き込まれて、親父の後を継がざるを得なくなるっていうですね。まあ、悲劇みたいな話なんですね。マフィアのドンですね。の代替わりの話だと思ってください。で、その途中で、そのマイケルがですね、シーリ島に無理やり移住させられるシーンがあると。それまでマイケルはですね、アメリカで生まれて、アメリカが育って、シーリ島民のシーリ系のマフィアの一族が、一家がっていう考え方と違って、俺はアメリカ人だ。だから、 日本と戦うために志願して、真珠湾攻撃の時に、お父さん誕生日だったんですね。真珠湾攻撃の時それが、あの、わざわざお父さんの誕生日に、俺は日本と戦いに行くと。なんでお前はファミリーのためじゃなくて、お父さんを泣かせるようなことにするんだって、長男に怒られながらも、いや、俺はアメリカ人だって言って、アメリカ人になるために、イタリア人の家を捨てて、わざわざ戦争に行った男の子が、えっ、ー、と、パートンではですね、 ついにマフィアのドンにならざるを得なかったという巨大な悲劇を描くんですけど、その途中でシーリー島に移住させるシーンがある。そうすると、自分が生まれもしなかった故郷ですね。親から噂だけは聞く。で、みんなはそのシーリー島がシーリー島がとかシーリー人の誇りがって言ってんだけど、本当に他人事だったのがシーリーの島のすっごい豊かな自然を見てで、その中の生活を見てびっくりするシーンがある。 で、街中にですね、レンガで覆われた街で,ですね、もう本当に貧しい農業で食ってる街なんですけども、街中に黒い紙が貼ってるんですね。その黒い紙は何かというと、その一家で死んだ人の名前を貼ってるんですよ。それは何かなと思ったらですね、殺された人だと言うんですね。つまり、家ごとに殺された人がいて、で、その男の子とか夫とか兄弟の名前を家の前に貼ってるんです。それは何かというと、復讐の印なんですね。いずれ私たち一家は、 この人が殺されたんだけども、いずれ復讐しますっていう、復讐の誓いっていうのをやってるんですよ。その復讐の相手っていうのは誰なのかっていうと、その島の中の別のファミリーなんですね。シーリー人っていうのは、かように、島の外側からの征服者に2000年間征服されてる場所であると同時に、お互いが、お互いのファミリーっていうものの誇りとかために、しょっちゅう殺し合いをしていると。だから、シーリーと独立運動っていうのは起こらないんですよ。 というのは、統一イタリアというもの自体が、もう本当に100年前にヨやットできたようなところですから、シリ島がまとまるなんてことはないんですね。シリ島はシリ島で、本当にファミリーごとに殺し合いをしていると。だからニューヨークも五大ファミリーが殺し合いをしているっていう状況が、このうまーく映画の中でハーモニーとして流れるようにできているんですよ。で、イタリア人がアメリカに移民したのはですね、19世紀の後半ぐらいですね、実はですね、まあ、割と最近のことなんですね。で、 アメリカっいう国はですね、希望の国であると同時に嫌な国でもありましてですね。まああの、一番最初に来たイギリス人たちが先住民インディアンをですね、ガン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 殺しますよね。と同時にですね、後で来たですね、移民たちをものすごく差別する国でもあるんですね。まず最初に差別されたのはアイルランド人です。 イギリス人が最初に入植して、次にフランス人が来て、次にアイルランド人が来たら、最初に入植したフランス人とかイギリス人がアイルランド人を徹底的に差別するんですね。どれぐらい差別するのかというと、街の中で何か嫌なことが起こったらアイルランド人のせいだというふうに決めつけて縛り首にするって、これぐらいのことを平気でやるんですね。で、そうやって20年、30年経った時に、ようやっとその次の移民が来ると。で、その次はですね、 当時、ものすごく貧しかったイタリア人がガーって民で来るんですね。そうすると、アイルランド人たちが、イタリア人たちを強烈に差別すると。で、アイルランド人たちはですね、最初に来た時に差別されて仕事がなかったから、その当時も、割と癒しまれていた仕事のですね、警官というのをやらされた。だから、まだにアメリカにはですね、アイルランド系の警官というのはすごく多いんですね。で、ケネディ家がですね、その大統領になった時にみんな驚いたのが、え、ちょっと待って、アイルランド系から、 大統領出るのかよっていうぐらい、本当にそれぐらい、100年ぐらい前までアメリカでアイルランド系が差別された。ところがその次にイタリア系の移民が来た瞬間にそのイタリア人たち、つまり警官たちが寄ってたかってイタリア人たちをものすごくいじめて、で、 ある町のですね、その市長のですね、演説、19世紀末の演説で、これ記録にも残ってるんですけども、この町にはイタリア人は入れませんとかですね、イタリア人たちが盗みとかをしたら容赦なく縛り首にしますっていう演説をして町中で白手火災があったという記録があるんですね。それぐらいイタリア人っていうのが差別された。なので、 中国人とか黒人の差別ってのはまだまだこう人種的に少ないから次の段階なんですね。<laughs> その後で中国人とか黒人に対する差別があるので、順繰りに差別がされてるんです。だから日本人は、まあ確かに第二次大戦の時にですね、日系の移民がひどい目に遭ったんですけども、アメリカ人にしてみれば正直、このような明らかに不法で無法で理不尽な差別っていうのから生き残ってきた民族しか、 アメリカ人として認めないというですね、すごい変なところがあるんですね。暴力国家アメリカっていうのをですね、ちょっとこの掴んだ方がアメリカっていうのは分かりやすくなると思います。で、ちょっとね、話がずれるんですけども、この世界中からですね、貧しい者がいアメリカに移民してきたという歴史っていうのをちゃんと分かってるとですね、機動戦士ガンダムっていうのがですね、分かりやすくなると思います。